日本大阪府大阪市何枠直津東直津東は大阪府大阪市何枠の町名。現行行政地名は敷津東1丁目から敷津東3丁目。大阪市何枠の中央部に位置。西は国道25号を挟んで敷津西、南は恵比寿元町、北は南波中、西は南海本線を挟んで日本橋西及び、 恵比寿西にそれぞれ接する。何枠の中心地であり、一丁目には何枠役所が置かれている。元は西成郡木津村と今宮村のそれぞれ一部。町名としては大阪市編入から3年後の1900年に木津時期、土町として誕生し、1925年に木津の干渉を廃した。現行行政地名は1980年実施で、旧四季津町の東部。 北高木市町、南高岸町、船出町の南部に概ね該当する。海浜地帯の総称とされる敷地に由来する。2019年3月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は、 以下の通りである。久保田本社今宮恵比寿駅、大阪府大阪市何区の町町朝一覧。人口統計ラボ。二千十九年十月二十日閲覧。AB、住民基本台帳人口、外国人人口。大阪市。二千十九年十月四日閲覧。AB、敷季津東の郵便番号。日本郵便。二千十九年八月十五日閲覧。 市外局番の一覧。総務省。2019年6月24日閲覧。AB、平成7年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数調長、あざと。総務省統計局。2019年8月16日閲覧。AB、平成12年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数調長、あざと。 総務省統計局。2019年8月16日閲覧。AB、平成17年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数町長、あざト総務省統計局。2019年8月16日閲覧。AB、平成22年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数町長、あざト 総務省統計局。2019年8月16日閲覧。AB、平成27年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数調長,長、あざと。総務省統計局。2019年8月16日閲覧。平成28年経済センサス、マイナス活動調査、事業所に関する集計産業横断的。 集計都道府県別結果、総務省統計局、2019年10月23日閲覧、郵便番号簿2018年度版、日本郵便、2019年6月10日閲覧、ありがとうございます。